ですけど、はい、山田選手も足速いんでやっぱり、いや狙いますよね、一気にワンアウトから、ね、得点圏、はい、もちろん行きますよね。さあ10回の裏ファイターズはサヨナラ勝利に向けて5番の野村裕樹からです。初球打ちだ、野村裕樹の打球大きいぞ、センター下がっていく、下がっていってどうなる、野村どうする、3ついく3ついく、中継までボールを運んできた、スリーベース、途中出場野村裕樹、サヨナラのランナーとして3塁に進みました。よく打ちましたね、今堀の姿が映りましたが、その堀を救う石田ともなるか、これちょっと目測誤ったんですね、どうでこの後見失って、先に前スタート切ってますから、はい、吠えた野村、いいじゃないですか、これが野村ですよ、ノーアウト三塁、三塁ランナーの長嶋拓也が帰ればさよなら、これ1人目2人目で返さなかった時3人目プレッシャーになりますからね、そうですね、もうここで決めるしかないですよ、神谷、磯畑、上川畑、内野は前進、バックホーム体制、激闘の決着はつくのか、森は大きく外、いい球かけますね、コース、富山も投げ込んでいきます